ナーディル・シャー、ナーディル・シャー、ペルシア語、ネイダーシャー、1688年8月6日から1747年7月19日は、アフシャール・アサの初代君主、シャー、在位、1736年から1747年。極めて短い期間だが、アナトリア東部から、イラン、中央アジア、インドに及ぶ広大な領域を支配下に入れた。 イラン史では一代の共有とされ、その武勇は、ペルシアのナポレオン、第二のアレクサンドロスという歴史家もいる。ナーディルは、サファビー朝末期の1688年、イラン東部ホラーサーンのマシュハドホッポダストギルドに、生まれた。出自は不明で、中力系オグズ族キルクルー族の族長の子として、生まれ育ったも、貧しい牧夫の子として生まれ、ウズベクに略奪され、 奴隷として暮らした後、アフシャール部族連合のもとへ逃亡したとも言う。1710年代には、アフシャール部族連合を率いてこの地域に勢力を乗すようになる。1719年から、サファビー朝中心部へと勢力を伸ばしていた、パシュトゥン人のギルザイ部族は1722年、ついにイスファハーンを陥落させ、シャースルターンフサインは降伏。 対位して事実サファビー朝は滅亡した。後を継いでガズビーンで即位したフサインの息子タフマースブ2世はイスファハーンの奪還を果たせず各地を放浪した後ホラーサーンに落ち延びた。この頃までにナーディルクリーベグを名乗っていたナーディルはタフマースブ2世に仕えタフマースブクリーを名乗るようになる。タフマースブ2世の下でナーディルは勢力を拡大。 1727年のマシュハド昭和1729年にダムガーン海戦でギルザイ部族の狩猟アシュラフを破り、翌1730年にはアシュラフを処刑してギルザイ部を駆逐。絶大な権力を承知にして、破竹の進撃を開始し、タフマース部二世はイスファハーンで即意識を挙げた。1732年、ナーディルがホラーサーン方面へ出動中、 タフマース部二世がオスマン帝国との戦いに敗れると、ナーディルクリーはアルメニア、グルジアを活用してオスマン帝国と和睦する一方、タフマース部二世をホラーサーニへ追放。タフマース部二世の8ヶ月の子、アッパース三世を擁立してその摂政となった。1735年には、ロシアと反オスマン帝国であるギャンジャ条約を結んだ。1736年、 アッパース三世を退位させて、自らがシャアとして即位。ナーディルシャアを名乗り、アフシャール朝を開いた。ナーディルシャアは、勢力拡大を目指して、1733年のバグダード行為以降、西方で活動して、オスマン帝国に奪われた領域を、ほぼ確保する。1738年には東方に転じ、カンダハール、ガズニー、カーボル、 ラーホールと進撃を続けた。翌1739年には、カルナールの戦いで、ムガル帝国の大軍を破って、デリーを占領した。この過程で、パシュトゥーン人、ドゥダーニー部族の武力とインドの巨大な富を得て、1740年には、中央アジアのブハラハーン国、ヒバハーン国に遠征、これを制圧した。1741年には、イラン方面に展示、 まず北方で、マーワラ・アンナフルのウズベクを、撃破、さらに海軍の整備に着して1742年に、バフライン、1743年にはオマーアンを、占領した。再び西方に転じ、1743年から、コーカサス方面で、タイオスマン戦を再開するが、目立った戦果は上がらずに国境を決めて和睦し、ナジャフを割上させたのみである。ナーディルシャーには粗暴。 冷酷な面があったとされる。デリーでの3万人に及ぶとされる虐殺や1740年に、主君タフマース部二世と二人の子を処刑していること、さらに1741年、暗殺未遂事件を受けて、ホラーサー案大使とした長子リダークリーミールザーを盲目にし、それを知った人々を処刑したことなどがある。またナーディルシャーはスンナ派であり、サファビジョー長期に、 シーア化した住民をスンナ派に立ち戻らせようとし、強制改修があったとする資料もあるが、一方でシーア派を、ジャーハル法学派、シーア派の法学を確立した六代イマーム、ジャーハルサーリクの名による、シーア派法学でも、ジャーハル法学派という言葉は用いるとして、スンナ四大法学派に加えて五大法学派にして、統合しようとしたとする資料もある。 ナーディルシャーの活動で軍事以外に突起すべきは都市マシュハドの整備など土木建築分野である。ナーディルは当時のトゥルク警部官の常としてまた活発な活動により一つの都市に泊まることはなかった。しかし、ジグリスから中央アジア、インドにまたがる大帝国の中心点としてマシュハドはアフシャールアーサの実質上の首都となっていた。これはアフシャールアーサが ナーディル没後ホラーサーン南部に修練していくことからも読み取れる。ナーディルはマシュハドにある八大イマームアリーリダー病を集築し、ミナレットを加えるほか、バザールの整備もしている。今日のイラン第二の都市マシュハドは、ナーディルシャーキに実質的に始まったものと言える。さらにナーディルは、ホラーサーンからスイースターンにかけての河川地廠の堤防、バンダーブ建設なども命じており、 ガナーほ他現在に続く伝統的インフラストラクチャーもナーディル地域に始まるものが多い。1745年前後、ナーディル社はマシュハドの武官や有力者100人余りを反乱あるいはそれに関わったとして処刑した。ナーディルに対する恐れは増大し、最終的には1747年、ホラサーンのクルド反乱鎮圧のために遠征中。 アフシャール族家臣の手によって暗殺された。この事件は、ガージャール朝のナーディルシャー電機が、当時ナーディルシャーに従っていた、アブダーリー族のアフマドハーンアブダーリー、ドゥッダーニー朝のソアフマドシャードンラーニーの関与を、このめかすが、アフガン側の資料では、必ずしも、この時期、アフマドシャーが、ナーディルシャー近辺のアブダーリー勢力を、統率していなかったとされ、半然としていない。 ナーディル・シャーの暗殺によって、アフシャール勢力とアブダーリー勢力間に従来から、存在した緊張は頂点に達することになり、ドゥッダーニー・アサ成立の前史となる。ナーディル・シャーの没後は、おいのアーディル・シャーとイブラーヒーム兄弟が後を継ぐが、いずれも短期間で処刑され、大帝国は解体し、カリーム、ハーン、ザンド・アサのソやアーガー・モハンマ、シャー、ガージャール・アサのソ、 アフマド・シャーなど武将たちが次々と自立、アフ・シャール・アッサは混乱の中で南ホラーサーンの地方勢力へと変容七百九十六年に孫のシャールフがアーガーもハンドに敗れ滅亡した。ナーディル・シャーの大帝国は短命に終わったがアフガニスタンを誕生させるドゥッダーニー長や後にイランを統一するガージャール朝もナーディル・シャーの下で活動することで勢力を タクワへ行った点で、ナーディルシャーはこの地域の次の時代を用意した人物であったということができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。